クルト・フェルディナント・フリードリヒ・ヘルマン・フォンシュライヒャーは、ドイツの軍人、政治家。軍人としての最終階級は、名誉階級不評代償。バイマル共和制の時代、パウル・フォン・ヒンデンブルク大統領やビル・ヘルム・グレーナー、国防省からの信任を背景に、職業軍人ながら、政治将軍として、巨大な政治的権力を振るう。1932年6月には、 フランツフォン・パーペン内閣を擁立し、彼自身も同内閣の国防相として入閣した。しかし後にパーペンを見限り、同内閣を崩壊させた。その後、自ら首相となるも、国家社会主義ドイツ労働者と党首、アドルフ・ヒトラーとパーペンの協力により、シュライヒア内閣は打倒され、1933年1月30日にはヒトラーを首相、 ハーペンを副首相とするヒトラー内閣が誕生した。その後は引退生活を送ったが、1934年6月30日に長いナイフの夜事件において、親衛隊により、夫人と共に殺害された。ドイツ、帝国両方プロイセン王国ブランデンブルクアンデア、ハーフェルに陸軍士官の息子として生まれる。フォンシュライヒャー家はブランデンブルクの旧家であった。 1896年から1900年にかけて、ベルリンのグロスリヒターフェルデにあった名門のプロイセン高級士官学校に在学した。昭尉時代のシュライヤー1900年3月、昭尉に任官しこのえ第3不評連隊第5、中隊に配属される。そこで同僚のオスカー・フォン・ヒンデンブルクと親しくなる。その他この舞台では、エーリッヒ・フォン・マンシュタインとも知り合った。1906年、 同連隊の系譜表大隊に配属。1909年に中尉に昇進し、プロイセン戦争大学に入学した。同大学でビルヘルム・グレーナーに支持した。シュライヒャーはクルトフォン・ハンマーシュタインエクボルトと並んでグレーナーの最も優秀な教え子であったという。以降シュライヒャーはグレーナーによって引き立てられることとなる。1 9十三年に戦争大学を卒業し、 参謀本部に配属された。グレーナーが運輸部長になるとシュライヒャーを部下として運輸部門に招いた。そこで後に因縁の関係となるフランツフォン・パーペンと知り合った。1914年に第一次世界大戦が勃発すると大尉として平坦部に所属。1916年9月にドイツ国民の労働力を祖国防衛のために動員することを目的とする。 戦時局が創設され、グレーナーがその局長に就任した。シュライヒャーも11月に、ここに招かれ、グレーナーを補佐した。1917年5月に短期間、第237不評手団参謀として、ガリツヤ戦線に転出し、二級鉄十字情を得た。しかしそれ以外は、大戦の大半を、書類机の将校として過ごした。 1918年7月に少佐に昇進。1918年10月26日に上官グレーナーがリューデンドルフに代わって参謀次長となる。シュライヒャーもスパの大本営の参謀本部でグレーナー参謀次長の補佐に当たった。11月3日にキール軍港で水兵の反乱があり、反乱水兵たちは兵士協議会を創設してキール軍港を実行支配した。 以降、ドイツ革命と呼ばれる反乱が瞬く間に、ドイツ全土に広まった。11月9日には、スパの大本営にいたドイツ皇帝ビルヘルム2世は、大尉に追い込まれ、ベルリンで、ドイツ社会民主党のフィリップ・シャイデマンが、共和国宣言を行った。ドイツ革命の流れの中、参謀本部のグレーナーとシュライハーは、フリードリヒ・エーベルトが率いるベルリンの社民党政府と、 連携することにした。社民党政府を認める代わりに、兵士評議会を押さえつけ、軍が新国家においても存続できるよう要求した。この協約は、ベルリンの社民党政府の安定をもたらすとともに、軍部に国家内国家ともいえる独立性を与えることになった。1918年11月末に、スパからカッセルに大本営が移された後も、シュライヒャーは、 ベルリンの首相官邸との連絡役をしていた。12月20日にベルリンで行われた参謀将校の会合に出席したシュライヒャーは義勇軍の創設を提唱し、ハンスフォンゼークと少々はじめ出席者の賛成を得た。シュライヒャーは義勇軍の装備と編成に大きな役割を演じた。1919年10月1日にベルリンベントラー街に バイマル共和国軍を統括する国軍省が新設された。シュライハーもここに異動となり、兵務局の局長となったハンスフォン・ゼークトの側近となった。ゼークトが1920年に陸軍統帥長官に昇進すると、彼から国色国防軍の編成を任せられた。ゼークトは、成人坊が好きのシャライハーを好んでいなかったが、彼の政治能力は評価し、 政府との交渉やソ連との接触など政治的任務を次々と与えた。1930年、一番左がシュライヒャー。左から三人目が国防省、ビルヘルム・グレーナー。1925年5月12日にパウル・フォン・ヒンデンブルクが大統領に当選すると、その息子、オスカーを通じてシュライヒャーは大統領に個人的に影響を及ぼすようになり、バイマル共和国軍。 さらには政界においてもその影響力を強めた。1926年に国軍省内に大臣官房として新設された政務課の課長に就任する。陸軍統帥部長官ゼークトはシュライハーの政治権力拡大を抑えつけようとしていたが、1926年10月にゼークトが失脚したことで、シュライハーの足枷が外れる形となった。 さらに1928年1月にグレーナーがヘルマンミュラー内閣の国防相となったことがシュライヒャーの権力を押し上げた。グレーナーは教え後、シュライヒャーを我が養子と呼ぶほど信頼していた。1929年1月に少々に昇進。また陸軍と海軍の共通の問題の処理、国軍省と他省庁や政党との交渉を担当する部門として国軍省に 大臣官房が置かれ、官房長に、シュライヒャーが任じられた。彼は、政治将軍として、本格的に暗躍を開始する。クレーナーは、シュライヒャーを、私の政治担当の枢機卿と称し、彼の政治的能力に、すっかり依存してしまった。1929年初頭から、シュライヒャーは、ミュラー首相の大連立の政府を、ブルジョアウヨク政府と取り替えるよう、 ヒンデンブルク大統領に迫っていた。シュライヒャーはハイン・リヒ・ブリューニングに目をつけ、彼と再軍備の財政問題で合意し、ヤング安定結後に彼を首相にするための工作を行った。結果、1930年3月30日にブリューニング内閣が成立した。1931年、シュライヒャーと妻エリザベート。 長いナイフの夜の粛清で、両名とも殺された。1931年7月28日、いとこの未亡人で、フォンヘニング将軍の娘エリザベートと結婚した。同年、中将に昇進。1932年4月13日に、ブリューニング首相とグレーナー国防省券内省は、ヒンデンブルク大統領に、ナチ党の突撃隊と新英隊を禁止する命令を出させた。 しかし効果は薄く4月23日に各州で行われた地方選挙でナチ党はバイエルン州を除きすべての州議会で第一党に躍進した。シュライヒャーはブリューニング内閣を見限り自分を中心とした右翼大連立政権を拡作してナチ党に接触し4月28日と5月8日にナチ党の党首アドルフ・ヒトラーと密会した。 両者は、ブリューニングとグレーナーを失脚させること、突撃隊禁止命令を解除すること、国会を解散すること、国会選挙までは新内閣に寛容を持って臨むことなどで合意した。ナチ党とシュライヒャーは直ちにグレーナーの失脚工作を開始した。5月10日に国会で突撃隊禁止命令を討議中に、ナチ党議員団はグレーナーに激しい罵倒を浴びせ、 グレーナーを率往生させ、これによって、グレーナーが国会討論に大敗北を起死したかのような印象を世間にもたらした。シュライヒャーはこれを利用して、グレーナーは病気という噂を流して回り、恩師であるグレーナーに冷たく辞職を勧告した。ヒンデンブルクやブリューニングにも見捨てられたグレーナーは5月13日に国防省辞職に追いやられた。 さらに東プロイセンの地主が管理しきれない土地を失業者に分配するというブリューニングの政策にユンカーたちが農業、ボルシェビズムと反発したのを機にシュライハーはヒンデンブルクにブリューニング解任を提案した。ヒンデンブルクはこれに同意し5月29日にブリューニングを呼び出し今後は右翼政治を行うべし労働組合指導者層とは手を切るべし農業 ボルシェビズムは根絶すべしと命じた。事実上の辞職要求と感じたブリューニングは翌5月30日に総辞職した。1932年5月26日には、シュライヒャーは次の首相としてフランツフォン・パーペンをベルリンに呼び寄せていた。5月30日にブリューニング内閣が瓦解すると、シュライヒャーはヒンデンブルクにパーペンを後継の首相に推薦した。 シュライヒャーが当時ほとんど無名だったパーペンを首相に推薦したのはパーペンが無経験で外見ばかり気にする性格だったため操り人形に CS 氏と判断したからというパーペンは人の上に立つ器ではないという周囲の反対に対してシュライヒャーは彼に人の上になど立たれては困るな彼は帽子みたいなもんだと語ったという6月1日に パーペン内閣が成立し、シュライヒャーは退役して、名誉階級付評対象の階級を与えられるとともに、国防省として入閣した。パーペン内閣は貴族ばかりの内閣として、国民の支持が皆無だった。ナチ党を除く全主要政党からパーペン内閣は攻撃にさらされた。先のシュライヒャーとの約束によりナチ党のみがパーペン批判を控えていた。 シュライヒャーは、早速ナチ党を取り込み工作を開始し、6月3日にヒトラーと面会して、協力を要請したが、拒絶された。競馬感染するパーペントシュライヒャー1932年7月31日に投票が行われた総選挙で、ナチ党が37.4%の得票率を得て230議席を獲得し、第一党に躍り出た。 シュライヒャーは8月5日にパーペンに独断でヒトラーと面会しパーペン内閣に副首相として入閣するよう求めたがヒトラーは首相の地位を要求した。シュライヒャーはヒトラーを首相にするようヒンデンブルクに取り計らうようになったがヒンデンブルクもパーペンもその意思はなかった。ヒンデンブルクはヒトラーを毛嫌いしていたしパーペンはいくつかの閣僚職を提供することで ナチ党を取り込むことができると未だに考えていた。社民党のオットー・ブラウンが主犯を務めるプロイ先州政府を武力で解散させて政府支配下に置くことには成功したもののパーペンの政治能力に疑問を持つようになる。11月6日に行われた総選挙ではナチ党は共産党の起こしたストライキへの参加やブルジョア的なパーペン内閣への激しい攻撃などにより 財界やナチ党員にかなり離反されていたため、選挙資金を確保できずに議席を大きく減らした。しかし、第一党は確保した。またナチ党以上に厄介な共産党が、躍進してしまった。パーペンは、再度ヒトラーに副首相就任を打診したが、やはり拒絶された。パーペンを見限ったシュライヒャーは、政党間交渉をしやすくするためとして、後の交渉はヒンデンブルクに任せ、 パーペンに内閣総辞職を求めた。11月17日にパーペン内閣は形式的に内閣総辞職して暫定事務処理内閣に移行した。しかしパーペンはいずれヒンデンブルクから再度組閣の命令が来ると信じていた。11月18日から24日にかけてヒンデンブルクやマイスナーなど大統領府とヒトラーの交渉が行われたがやはり平行線に終わった。 12月1日午後6時、ヒンデンブルク大統領はパーペンとシュライヒャーを招集した。パーペンは数ヶ月前から立てていた憲法違反のクーデター計画をヒンデンブルクに提案した。国軍を出動させて議会を半年間停止し、その間に会見を行って大統領権限を強化する計画であった。しかし、パーペンを失脚させたがっていたシュライヒャーは、 この計画に反対した。シュライヒャーは自分が首相に就任し、ナチ党の一部を取り込んで分裂を誘うべきと主張した。ヒンデンブルクはパーペンを支持したが、シュライヒャーはガンとして国軍のクーデターへの参加を拒否した。続いて、翌12月2日の閣議でシュライヒャーは、パーペンの下で政府を作ろうという、いかなる試みも国を混乱に陥れるだけ、ナチスが内乱を起こせば、 国軍にそれを鎮圧することは不可能としてパーペンに退陣を求めた。閣僚はほとんどシュライヒャーを支持した。パーペンは大統領府へ逃げ込み、ヒンデンブルクの支持を得ようとしたが、ことここに至ってはシュライヒャーに任せようと言われたという。こうして12月2日にクルトフォン・シュライヒャーに疎閣命令が下った。首相に就任した直後のシュライヒャー首相官邸を去る。 シュライヒャー1932年12月3日に首相に就任した。シュライヒャー内閣は基本的にパーペン内閣と同じ顔ぶれだったが、パーペンを支持した内相、ビルヘルム・フライヘル・フォン・アイル男爵は内閣から追放し、プロイセン州相督代理、フランツ・ブラハトを代わりの内相とした。首相に就任したばかりの12月3日のうちに、ナチ党組織全国指導者、 グレゴール・シュトラッサーと接近を図り、彼に副首相とプロイセン州首相の地位について欲しいと要請した。ナチ党の選挙資金は枯渇しており、まともな選挙運動はほとんどできず、12月4日の駐輪減州州議会選挙では前回選挙と比べて40%もの得票を失うという大惨敗を喫した。組織全国指導者、シュトラッサーのもとには、 離党届が次々と届いていた。こうした情勢に焦っていたシュトラッサーは12月5日と12月7日のベルリンのホテルカイザー法府でのナチ党指導者会議ですぐに入閣せねば党が瓦解すると主張した。しかし非だ教的なヒトラーはシュトラッサーを徹底的に非難、罵倒した。結局、シュトラッサーは党の役職を辞することとなり、シュライヒャーのナチ党分断策は失敗した。 一方、パーペンは自分を失脚に追い込んだシュライヒャーへの復讐心に燃えてヒトラーと接近していた。1月4日にヒトラーとパーペンはシュライヒャー政権の打倒とそれに代わるヒトラー・パーペン政権の樹立で合意した。その後もヒトラーとパーペンは1月18日と1月22日に会談を行った。1月22日の会談には シュライハーの旧友オスカー・フォン・ヒンデンブルクや銀行家、さらに大統領府長官、オット・マイスナーも加わり、オスカーとマイスナーの説得で、ヒンデンブルク大統領はヒトラーへの嫌悪を和らげた。さらに1月26日にはパーペンは、国家人民党党首、アルフレート・フーゲンベルクや鉄カブト団団長、フランツ・ゼルテと会談し、国家人民党や鉄カブト団のヒトラー内閣への、 参加、協力の約束を取り付けた。こうした動きに気づいたシュライヒャーは、1月23日に、ヒンデンブルク大統領に、ナチ党分断策が失敗に終わったことを告げ、国会を解散して、国家緊急事態を宣言し、ナチ党と共産党を禁止することを求めた。しかしヒンデンブルクは12月1日に、パーペンが同じことを提案したのを君が潰したはずだと言って、 これを拒否した。シュライヒャーは、あの時とは、状況は、全く変わったなどとはめたが、ヒンデンブルクは取り合わなかった。彼は、ヒンデンブルクの自分への冷たい態度は、首相辞任後も足手劇大統領のもとへ通っていた、パーペンの入れ地への仕業だと考えて、パーペンへの憎しみを募らせた。ついに1月28日、ヒンデンブルク大統領と会見したシュライヒャーは、 辞職を申し出て、ヒトラーを後継首相にするようヒンデンブルクに勧めた。ヒンデンブルクは、将軍、祖国に尽くした君の尽力に感謝する。では、神のお力で、これからどうなるのか見てみようじゃないかと答えた。それでもシュライヒャーは、ニクキパーペンが中枢となって活躍する政権だけは、阻止しようと図り、1月29日に、陸軍統帥部長、 クルトフォン・ハンマーシュタイン・エクボルトをヒトラーの下へ派遣してパーペンのうさんくささを吹いしてナチ党のパーペン不信を煽りまたヒトラーに協力したい胸を申し出たがパーペンと組んで政権を作る気であったヒトラーは曖昧に対応した1月30日午前11時15分にアドルフ・ヒトラーが首相に任命されヒトラー内閣が成立したパーペンはヒトラーに次ぐ 副首相として入閣した。その直前、オイゲンオットやフェルディナント・フォンブレドーといった軍部内のシュライヒャー派はクーデターを計画し、陸軍統帥部長ハンマーシュタインエクボルトも賛成したが、シュライヒャー本人が承認せず実行されなかった。シュライヒャーが弱気になっていたのは、当時シュライヒャーが貧血に苦しみ健康状態が優れなかったためという証言もある。 シュライヒャーの墓首相退任後、国防省内にあった住居は、ナチスに近いベルナー・フォンブロンベルク新国防省からの申し入れにより手放さざるを得なくなった。引退を機に、かつての上官で1932年に追い落としたグレーナー元国防省と和解し、夫人と共に長期の国内旅行に出かけた。シュライヒャーは公にヒトラー政権を批判し、 友人たちから警告されたこともあった。かつての部下を夫少将は危険を察知し、シュライヒャーに対してしばらく自分の不妊先である日本に滞在するよう要請したが、シュライヒャーはプロイセンの将軍は祖国から逃げたりはしないものだと言ってこれを断った。翌1934年6月30日、シュライヒャーは長いナイフの夜でシュトラッサーらと共に粛清される。 彼は現役の陸軍昇水であり、しかも自宅で親衛隊員に殺害されたとき、夫人も巻き添えになっているにもかかわらず、国防軍はナチスに何の抗議もしなかった。捜査はポツダム市警察長官、ボルフ・ハインリッヒ・ホンヘルドルフの指令により停止された。事件の唯一の目撃者だった家政婦のマリア・グンテルは翌年不審な歴史を遂げているが、 公式には自殺と発表された。国防軍に影響力を保持していたシュライヒャーはナチスにとって危険な存在であり、またナチスの分裂を試みた彼をヒトラーは決して許さなかったのである。ナチス党機関紙、フェルキッシャー・ベオバハターは2年後に1933年1月29日のシュライヒャーによるクーデター計画という記事を掲載し、 シュライヒャー粛清を正当化した。ありがとうございます。